皆さん、こんにちは。ミクロ経済学の問題として、クールー均衡における構成の損失の計算についてお話の方をしていきます。問題はこちらです。クール農均衡における、まあ、典型的な論点の一つになります。まず、クール農均衡における生産量を求めて、 そして同じ式から完全競争市場における生産量も求めてそれらを比較をしていきながら構成の損失を面積として求めていくというものです早速計算の方に入っていきましょうクールの均衡におけるまず生産量を先に求めていきます ま、いつもやっていることなので、えー、また同じことかっていうふうに思われるかもしれませんけども、まあ、何度でも同じことをやっていくと。やっていきましょう。まず、与えられているこちらが、需要曲線があります。この需要曲線から、それぞれ企業 A および企業 B の限界収入、限界収入曲線を求めていくということからやっていきます。与えられているこの需要曲線が、 d イコール60マイナス p という形になっています。これを p という形に置き換えます。p イコール60マイナス d です。この d という需要の大きさ分だけ生産,生産を行うので、d というものは生産量 x に置き換えることができます。p イコール60マイナス x です。 次に、この X というのは企業 A および企業 B2 社によってこの生産、市場全体の生産というものが行われていくので、これを XA プラス XB というふうに置き換えることができます。P イイコールマナス XA XB というこういうううこ形ですね企業 A および企業 B というような形に置き換えることができるでしょうそしてこの形括弧を外して p 6 0 x a x b というこの形にまで需要曲線というものを変形させてここから作業の方をやっていくというこういった手順になります。 まず変形された需要曲線に関して企業 A および企業 B のここで限界収入を求めていくというこういった作業に入りますで鉄則として忘れてはならないのは 限界収入を、クールノー均衡における限界収入を求めるときには相手を固定。相手の生産量は固定して,相手は固定して自分は傾き2倍。 というこの鉄則を忘れないようにやっていきましょう。この鉄則さえ分かっていれば、まあ、一発でできるということです。まず企業 A です。同じこのような需要曲線に直面していますので、この需要直面している需要曲線をもとに、計算の方を行っていくということになります。P イコール60マイナス XA マイナス XB です。 企業 B も同様に同じ需要曲線に直面していますので、P イコール60マイナス XA マイナス XB というふうに、それぞれの需要曲線をここに書き写します。そして次です。相手を固定して、つまり企業 A にとって相手はこれです。企業 B です。これを固定して、 自分は傾き2倍ということですので、こちら側を、自分の傾きを2倍にするということですね。そうすることによって、限界収入曲線を出すことができます。企業 A の限界収入曲線は、MRA というふうに書いておきましょう。A、A 企業 A の限界収入曲線です。 60マイナス、自分の傾きは2倍ですので、ここに前に数字が1というのがありますので、1という数字を2倍にしますから、マイナス 2xA という形になります。で、相手の生産量は固定しますので、これは動かしません。マイナス xB という、そのまんまでになります。これが、えーと、この企業 A の限界収入曲線になります。次に企業 B の限界収入曲線です。 同じように企業 B にとって相手は XA、こちら側ですねこれを固定してそして自分の傾きは2倍ですのでこれを自分の傾きというのは x B の方ですのでこれを2倍にしますですので企業 B の今度は限界収入曲線というのは MRB というふうに書いたときに そのまんま60はそのまんまままんんはそそです。そして相手の生産量 xA これは固定しますので動かしませんそのまんま xA のままですマイナスえ自分の生産量これですね自分の生産量に関しては傾き2倍ですので 2xB というふうになるでしょうこのような形で企業 A および企業 B の限界収入曲線限界収入を一発でこのように出すことになります 次です。限界収入と次に比較を、えっ、ー、と、等式で結ぶものが限界費用です。限界費用に関しては、えー、この、えー、と費用曲線を使って、限界費用を求めるという、こういった作業になります。やっていきましょう。費用に関して言うと、 こちらは c イコール2分の 1x これ a と書いてきますね2乗プラス10ですそしてこちらの方は費用に関して言うと c イコール2分の 1xb の2乗ですプラス10というふうにやっておきましょうこんな形に出ることになりますこれを微分しますので微分した形を mc a というふううう。ふににこのように表しましまょうそうした場合に、えー、今度はこの,この上のですねこの費用曲線を微分しますので肩の数字を前に掛け算して肩の数字から1を引きますそうすると xa という形になるでしょう10は消えてなくなります同じようにこの c イコール二分の 1xb の2乗プラス10も微分をしますそうすると mcb というふうに書き表すことにしましょうそうすると 肩肩のの数数字字を前に掛け算してが10はなくなりますので、xb というだけに残るはずです。こんな形になるでしょう。そして、今度は、限界費用と限界収入が両方出たので、この限界費用と限界収入、限界費用と限界収入、これとこれを。 合わせます。これとこれを合わして MC=MR イコール、MR、の形へと作っていくということですね。MC=MR イコール、MR、の形で、えー、反応曲線を出していくというこういった作業になります。そうした場合にまず企業 A です。企業 A は MC=MR イコール、MR、で結んでいくと x a イコール六十マイナス二 xA マイナス xB という形になります。三 xA プラス xB イコール六十という形になるでしょう。同様にこちらの方も MC イコール MR で結んでいくと企業 B の方は xB イコール 60マイナス XA マイナス 2XB になりますので整理をすると XA プラス 3XB イコール60というこんな形になります。これがそれぞれの企業 A および企業 B の反応曲線という形になります。この形で出てきます。 この連立方程式を解くことによってそれぞれ企業 A および企業 B の生産量を求めることができます連立方程式 3xA プラス xB=60xA イコール プラス 3xb イコール60です。こんな形になります。この連立方程式を解きます。下の方を3倍して 3xa プラス 9xb イコール3倍しますので180になるのでこれとこれを計算をすると 8xb イコール百二十になるので、XB イコール十五が出ます。十五を代入して XA が十五という形になりますので、XA および XB それぞれの生産量が十五という形で出ます。 生産量が15と15なので、この市場において、クールノ均衡における生産量が30という形で出ます。30ですね。まず、これを押さえておきましょう。次に 今度はクールド均衡における公正の損失を求めるためには今度はこの同じ土俵で競争市場のものをやっていかなければならないんですねではこの続きをやっていきますなかなかこう作業が大変いつもはったらこれで終わるんですけど、えー、次の作業に入っていきましょう2番目競争市場における状況を想定していきます 競争市場における需要と供給について考えていきましょうまず需要に関してはすでにここに需要曲線が出ていますのでこれはクールノーであろうが競争市場であろうが同じです次に供給曲線について考えていく必要がありますこれを持って出さなければならないんですね供給曲線です 供給曲ずっとこう試験の勉強してると供給曲線を出すっていうと P イコールって出しちゃうじゃないですかだけどもともと供給曲線っていうのは S イコールなんとか P という形で出るもんですよねこういった形で出るもんじゃないですかでこのなんとか P という形で出ていてその供給曲線というのはもう一つ言うと このなんとか P という形で表すんだけども S イコール XA とプラス XB というようにそれぞれの生産量を水平はして出すものです水平はする水平横にこういうふうに足し合わせることによって出していくもんだということをちょっと確認してやっていきましょう供給曲線を出していきます競争市場における場合です まず、企業 A です。企業 A というのは、協、え、業、ー、予選を求める際に、企業は利順最大の生産量を決定していますので、価格イコール限界費用になっているはずです。同じように、企業 B に関しても、利順最大の生産量を決定しているはずですから、 価格イコール限界費用になっているはずです。こんな形になっているはずでしょう。それぞれの限界費用を求める必要があります。先ほどやりましたね、限界費用というのは、企業 A の限界費用は XA です。そして企業 B の限界費用は XB です。ですので、ここでもう一つの言えることというのは何かというと、企業 A の限界費用 MC は MCA XA というのは X A でした。企業 B の限界費用というのは XB でした。結んでください。方程式を結んでいくと P イコール XA です。P イコール XB です、えー。こんな形になりますので。 上の方程式を思い出してえっ、ー、とここで引っ張ってきます。水平和になるということなので、ここから水平和として出すんですから、S イコール XA プラス XB であるので、供給曲線というのはこうなので、XAXB ともに P です。S イコール P プラス P イコール、えー、2P という形で表すことができます。s 2p まずこの形を作って、この形を作って、それから P イコールの形に必ず置き換える。えっ、ー、とね、これ結構ケアリスミスが出ますんで注意しましょうね。まずこの形を作ってから、まあ、いつものやっているような P イコールの形に置き換えるということですね。 P イコール2分の s という形になります。S という供給の大きさというのは生産量 x なので p イコール2分の 1x という形で、まあ、こういうような形で、ねえー、供給曲線の方を出すことができるということです早速、えー、と光線も損失の面積に入っていきましょう、えー、グラフを用意します 需要曲線が、えー、このような形で、えー、先ほど出しましたね。イ、えー、イコール60マイナス、X、です。需要曲線です、えー。供給曲線は今出しました。供給曲線は P イコール2分の 1X です。 ですので、この形から、まず競争市場における、ここで生産量を求めてください。この方程式を解けばいいので、これはすぐにできるはずです。p イコール2分の 1x、p イコール60マイナス x です。 需要曲線と供給曲線から求めていきますと、1分の 1x イコール60マイナス x 2分の 3x イコール60 3x イコール120ですので、x イコール40が出ます。 x イコール40という形で、えー、このような形で、完全競争市場における生産量40が出ます。ここが40ですね。次に、先ほどやったクールの金庫における生産量です。クールの金庫における生産量というのは、えー、30でした。ですから、この30というのをこの中に書き込んでいくと、 同じ土俵で同じ数式でやった場合にえクールノー銀行における生産量というのは30なんですねですからこの辺に来ますこの辺に来るでしょうそしてここからコーの損失としてこの面積を求めるというこういった作業になっていきますこの30これがクールノーです 四十これが競争市場です。こんな形になっているでしょう。まずここを求めます。三十をこの供給曲線の中に代入をするとここが十五になるはずです。三十を需要曲線の方に代入するとここが三十になりますね。ですからこの三角形の面積というのは 底辺三十マイナス十五。次に高さです。かける高さが四十マイナス三十です。十五かけるここで十ですね。それを底辺かける高さ割る二をやって。 75が正解この構成の損失の面積ということになります。したがって正解は2が正解ということになります。